世田谷学園中学校、高等学校は、東京都世田谷区西区一丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校、総統州が運営する。中学校から入学した内部進学の生徒とスポーツ選抜により、高等学校から入学した外部進学の生徒との間では3年間別々に、学級を編成する、循環全一貫校。 1592年総統州吉祥寺の学僚として誕生し、江戸時代には、漢学研究の中心として、幕府の将平坂学問書と並び称された由一書ある伝統校である。中学校の第一学年及び、第二学年の前期2年間、中学校第三学年並びに高等学校の第、一学年の中期2年間と高等学校の第二、学年及び、 第三学年の後期2年間に区分する2から2から2世を採用している。3年生対象のプログラム。BST とはブリティッシュスクールイン東京の略。昭和女子大学キャンパス内のイギリスの義務、教育課程の学校で多国籍の生徒や児童が通っている。インターナショナルスクールの生徒が世田谷学園の授業に参加するプログラムとインターナショナルスクールに 世田谷学園の学生が通う国内ミニ交換留学がある。30年以上にわたり、島移行であるカナダのクレンライオンローフォーク校へ約10日間の留学体系を4年生全員が毎年参加している。積極的なディベートや発表で、リスニング能力とスピーキング能力を向上させるプログラムである。カナダ英語研修に向けて、外国人講師1名と生徒8名で、 準備講習を行う SGS、キャンプレップがある。ホームステイ会話及び、現地の文化、生活を学ぶ。4年生の希望者のみで、ニュージーランドのダーフィールドハイスクールに留学する、プログラム。ホームステイをしながら、DHS の一般授業を現地の生徒と共に受講する。3年生の希望者のみで、シンガポールのインド人街、アラブ人街、中華街などを見学する。 シンガポール国立大学の現役大学生やインターナショナルスクールとの交流も経験できる。シンガポール文化研修に向けて現地の英語発音になれるための事前学習を行う SGS シンプレップがある。学園祭の名称はシシジ祭であり、毎年9月の第2日曜日と第3月曜日に催される。第54回シシ祭では約1万人が訪れた。 体育祭は中学1年高校3年生の5組の縦割りの編成で様々な競技が行われる。第1回体育祭は6月1日に代々木第一体育館で行われた。第2回体育祭からとどろきアリーナで行われている。学園で行うお盆の行事である。生徒一人一人が備え物としてお菓子や花を持ち寄り供養する。また、備え物は 国内の養護施設に寄贈している。運動部、文化部が合わせて30。同好会が7つと、生徒会が存在する。医科部活一覧と、各部活の実績。校門のすぐ近くにある建物。シンボルタワーが建っている。主に実験室が入っている。成果の授業のほかに、放課後や長期休暇期間を利用した講習を行っている。基本的な知識を暗記だけでなく、 自ら問いや仮説を立てて真実を探求していき問題を解決していく。ヒズ、対象制約、テレビ、東京などの企業にインターンとして参加し企業からのミッションに応える形でビジネスプランを考案。2019年度はメニコンのインターンに参加した生徒が優秀賞を受賞した。生徒の臨床心理に関して専門的な知識、 経験を有する専門のカウンセラーが交代でスクールカウンセリング活動を行っている。ありがとうございます。